機会社渡辺エンターテインメントは渡辺プロダクション系列の芸能事務所。2000年10月24日渡辺プロダクションの組織改編により芸能プロダクション部門を分社化して設立。代表は渡辺美希代表取締役社長。本社は東京都渋谷区神宮前4-2の1 2 s ビル渡辺プロダクション時代は有力タレントを多数抱え、 番組も多数制作。1960年代から1970年代にかけて、渡辺プロが放送タレント業界の最大手であった。ジャズミュージシャンであった渡辺進と妻の渡辺美佐は、所属タレントに仕事を圧戦し、出演料の一部を受け取るだけであった芸能プロの仕事を変革した。当時、国版の制作、 流通はレコード会社が一手に引き受けていた中、自社の資金で、植木とスーダラブシンを制作。これは、芸能プロが原版を制作した第一号となり、その後のレコード業界の改革へとつながり、日本の知財ビジネスを発展させた。他にも、テレビ番組や映画を自社で制作し、レコードの原版制作収入だけでなく、番組制作費。 工業収入が入ってくるようにし、戦後の新しい芸能ビジネスのスタイルを作った。伊沢県、池田道彦、大里洋吉、諸岡義明、小木徹らの著名芸能プロダクションの社長や、中井武史、木崎健二も、かつて鍋プロやその系列のプロダクションの社員だった。 2000年、2001年、2002年、2004年、2006年、2007年、2009年、2010年、2012年、2014年、2015年、2016年、2018年、2019年、2019年2021年、11月、現在放送されている、番組過去放送していた、番組2021年5月現在、放送されている、番組過去に放送していた、 番組2005年12月23日より2006年1月15日まで東京都千代田区にあるマルビルで渡辺プロダクション創立50周年企画抱えきれない夢日本のエンターテインメントの50年が開催された会場では過去のタレントを中心に現在所属のタレントの資料も一部展示されていた その後、2006年8月9日より9月4日まで、長野県諏訪市の丸光百貨店で、また、同年12月より2007年1月4日まで、石川県金沢市の名鉄、エムザでも開催された。同年8月16日より8月28日まで、東京都渋谷区の東急百貨店本店で開催された。 2016年からは、渡辺所属のお笑いタレントを対象とした、大会、渡辺お笑いナンバーワン決定戦が行われている。アベマ TV プレゼンツとして行われ、アベマ TV で、生中継も行われる。優勝者には、賞金200万円、300万円、100万円と、変遷と、アベマ TV の冠特番出演権が贈られる。審査は審査員票客席票 インターネット票を総合して行われる。2021年大会では、フリーやアマチュアの学生芸人もエントリー可能となった。この大会の各回決勝戦の詳細は、以下の通り。渡辺エンターテインメントカレッジ、渡辺コメディスクール、渡辺エンターテインメントスクール、渡辺高等学院、渡辺ミュージカル芸術学院、渡辺大阪芸術学院設立当初は、 トライセラトップスと、スズリ・マホラのマネジメント会社。渡辺エデュケーショングループの経営、建物管理に転換後、新たに、系列マネジメント会社として、トリニティ・アーティストが設立され、トライセラトップスが所属。アーティストの発掘育成、マネージメント、ラジオ、テレビ番組、映画、イベント等のコンテンツ制作をオールジャンルのマルチな、 才能をサポートするエージェント業務各種、エンターテイメントコンテンツの企画制作、コンサルティングアドバイザー業務、プロデュースマネージメント、執筆、講演の請負い等 DVD、CD などの制作、製造及び販売、演劇、音楽、映画及びテレビ、ラジオ番組の企画、制作、インターネットによる、音楽、動画、映像の配信に伴う企画、制作販売、 管理業務。ありがとうございます。